はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールドッグのジョエルです。蚊が強すぎるみたいなね。これクラフトですよ。クラフツドッグショー。まあほらドッグショー、ほらクラフツって書いてあるんでしょ。ほらそこにね、クラフツって書いてあるんでしょ。これクラフツドッグショーっていうドッグショーですよ。世界最大のドッグショー。まあ犬のね、ことをご存知な方は、まあ日本でもドッグショーのことをご存知な方はもう当然皆さんご存知ですし、もうなんていうの、まあ、当たり前のことですよね、こんなのね。なんかね、今更僕が言う必要もないようなことなんですけども、世界最大のドッグショーですよ。で、僕はね、いつだっけな、最初に、もう生まれてね、一番最初に初めて行ったドッグショーってね、ニュージーランドなんですよ。ニュージーランドのね、オークランドのドッグショーなんですね。そこで、まあ、ニュージーランドのお友達のブリーダーと一緒に初めて行ったんですよ。行ったというか、まあ、連れて行ってくれたわけですよ。計画してくれてたわけですよ、その人が。僕をドッグショーに連れて行こうと思って。で、生まれて初めてそこに、で、ドッグショーに行ったんですよ。なんかね、スタジアムみたいなところでね、屋外で、芝生の、だから何、ニュージーランドだからね、ラグビーが盛んなんですね。だからそのラグビーの、だからラグビーコートっていうか、ラグビーのグラウンドで、下がもう完全に綺麗な芝生で、そこの芝生の上でショーがあったんですよ。で、そこにね、折りたたみ椅子を二人で持って行って、リングサイドに二人でこう、置いといて、その椅子を。で、そこで二人で並んで、ああでもない、こうでもないとかね、どの犬がいいと思うとか。なんか他に好きな犬種はないのかとか、どっちが勝つと思うとか、なんかそんな話をずっとしながらこう見てたわけですよ。そして生まれて2回目に来たのがこのクラフツなんですよ。クラフトドッグショー。まあ日本ではクラフト店とかね、クラフトってよく言いますよね、日本ではね。まあイギリスではまあイギリスだけじゃなくてクラフツって言いますね、英語でね。クラフツ、クラフトショーとかなんか言いますよね。で、それでね、これがね、初めて僕は生まれて初めて、じゃあ2回目ですよ。生まれて2回目に来たのがクラフトだったんですよ。もうびっくりして、何この巨大なショーはと思ったわけですよ。もう、それはものすごい広いんですから。そしてクラフトは、2万5000頭出ますよ、犬が。2万5000頭ですよ。2万5000頭の犬が出場します。ワールドドッグショーは4万頭の犬が出ますからね。今まで最大だったのは、2017だったかな、あれ。ライプツヒ、ドイツのライプツヒと2018のアムステルダム。ライプツヒが4万5000頭とか言ってたんですよね。で、アムスがもうちょっと4万6千かなんか、ちょっとね、ものすごく多かった。一番多かったのはアムスなんですけど、もう、何慌ててんの？もうとかなんか言って。まあその2つがね、今までワールドドッグショー史上一番多かったって言われてるんですけど、だから4万5000頭前後ぐらい、前後じゃない、4万5000頭ぐらい出てたわけですよ。で、だからワールドドッグショーは4万頭とか出ますよ。で、クラフツが2万5000頭。ね、僕が初めて行った時は2万5000頭って言ってました。だからまあ毎年それくらいは出るんだと思いますね。それでね、まだその海外とかもあんまり行ったことなくて、その時は。だからまあ、20代の時ね、24歳の時僕はアメリカに留学してました。だからその時はまあアメリカに留学してたわけですから、まあ行ったことない、海外に行ったことないとかいうことはないんですけど、それからね、日本に帰ってきて、1年ぐらいで帰ってきて、その後はね、もう1回も行ったことなかったわけですよ。だからつまり25歳ぐらいから行ったことなかったわけですよ。それで、40過ぎてから初めて行ったわけですから、ニュージーランドに。そして2回目の、まあ同じ年ですよ、同じ年に2回目の海外に行ったのがこのクラフツだったんですよ。もうね、まだ全然そのほら、なんていうか、もう海外に行くということ自体がもうすっごいもう特別なことだったし、もうそのなんか白人ばっかりじゃんみたいなね、なんかもうゾンビの街に来たみたいな感じでした。本当に朝目が覚めたら街中がゾンビになっていたって、ほらあるじゃないですか、あれ、ウォーキングデッドだったっけ、なんかほらゾンビのなんかほら
ホラー映画みたいなのあるんじゃないですか。あれですよ、まさしく。なんかね、ホテルでほら、だからニュージーランドに行った時もそうだったんですけど、イギリスのここのクラフツの時もそうでしたけど、朝起きて外見たらね、車運転してるのも街を歩いてるのも、もうみんな白人なわけですよ。うわーと思いましたね、本当に。これウォーキングデッドじゃんと思いましたもん。もうね、それくらいね、全然もうなんていうかもう、白人にも慣れてないし、海外にも慣れてないし、それでイギリスなんてすっげえもうなんていうかほら、なんていうの、イギリスってちょっと特別じゃないですか、海外の中でも。イギリスとかアメリカとかね、ちょっと特別じゃないですか、フランスとかイタリアとかね。だからもうそのイギリスっていうだけでもちょっとなんかもう舞い上がってて、白人だらけじゃんっていうのでも舞い上がってて、もうなんかね、すごかったんですよ。ああ、これ今、何ですか、バーニーズマウンテンドッグの、ジャッジのところを映してます。でね、まあ今はね、もうなんかもう慣れすぎてしまって、全然もう日本人も白人も何も何人もみんな同じに感じるんですけど、もう本当にね、もうほぼ変わんないですよ。もう日本人を見るのも、フィリピン人を見るのも、白人を見るのも、なんか、他のヨーロッパ、ルーマニアとか、ポーランドとか、全部、もうどこ、何人を見るのも全部同じ、日本人と同じみたいな感覚なんですけど、その時はもう全然違うように見えてたわけですよ。それでね、その初めて、クラフツに行った時、そして初めて行った時にね、僕はね、そのイギリス人のね、お友達のね、ブリーダーの家に泊まってたんですよ。2週間泊まってたんですよ、その時。2週間もその家に泊まったんですよ。それでもちろん、そのブリーダーもクラフツに犬を出してました。だから、クラフツ期間中に僕はその家に泊まって2週間滞在したわけですよ。その時にね、その家で夜ほら、クラフツ期間中だからもうちょっとしたご飯をパパパって食べて、もう早く寝て、次の日朝早く出発しなきゃいけないわけですから、だからもう4時ぐらいに起きなきゃいけないわけですよ。朝4時ぐらいに。で、このクラフツの会場っていうのはバーミンガムであるんですけども、そのイギリスのバーミンガムっていう都市であるんですが、僕のその友達はすごい、こっから3時間ぐらい離れてる場所に住んでたから、田舎の方に住んでたんですよ。だから、すごい朝早く起きなきゃいけなかったから、前の日はもうちゃちゃちゃって、でご飯食べたわけですよ。これこれがその時のご飯。これまあもちろん、まあこれがまさしくその時の食事ではないんですけど、こんな感じでした。こんな感じ。これネット上から持ってきた写真。こんな感じでした。ね、イギリスってね、なんか豆を煮たやつを食べるんですよ。このもうまさしくこんな感じなんですよ。これなんで煮てんのかわかんないけど、このなんか茶色いなんかね、ソースみたいな感じの、この、これでもうまさしくこれ。豆を煮るって言ったら、この茶色のソースみたいなものになんか絡ませてあるような、この茶色のなんかスープの中に豆をたくさん大量に入れたみたいな感じの、この豆を煮たこれ。もうまさにこれなんですよ。これとトーストですよ。これとトースト。それ実際はね、もうちょっとなんか他にもちょこちょこっとあったんですけど、なんか、目玉焼きみたいな、目玉焼きだったっけな、なんかあった、なんかあったのは覚えてるけど忘れた。でもこう、まあ、メインはこれですよ。でね、これだけしかなかったのに、そこのね、息子がね、その時25歳ぐらいかな、25歳と高校生の17歳ぐらいのと、子供、一番ちっちゃいの5歳ぐらいの子供いました。もう何歳離れて子供産んでんだみたいなね、3回結婚してました、この女性は。まあいいんですけど、それでね、その息子にね、電話かかってきたわけですよ。友達から。で、それを話してるときにね、I have dinner right now って言ったんですよ。I have dinner right now って言ったわけですよ。今、ディナー食べてんだ。今、夕食食べてんだ。まあ、晩ご飯食べてんだよって言ったわけですよ。でね、ディナーって言ったわけですよ。当たり前ですよね。英語で晩ご飯ディナーだからディナーって言いますよね。当然だから。他に言いようがないんだから、その言葉が、それが、だって英語で言う晩ご飯なわけですから、絶対ディナーって言いますよね、当たり前ですけど。でもね、ディナーって言うとね、なんかこんな感じに感じるじゃないですか、ディナーって言うとね、ディナーってこんな感じでしょ、なんかね、
ベルサーチのガウンを着ながら、なんかそのほら、ワイングラスをこうなんか傾けながら、ろうそくの炎と一緒に、カップルで、なんかもうすっごいなんか愛してる女性と二人で、なんかね、ジャズの、なんかピアノかサックスの、僕はピアノの方が好きなんですけど、ジャズの静かな感じの音楽をかけながら、外でなんか雪がこう降っていて、もう暗いわけですよ。で、ろうそくの明かりで、まあろうそくの明かりだけじゃなくてもいいんですけど、ちょっとなんか薄暗い感じの、なんかね、ライトでね、それで二人ともなんかほら、ベルサーチのガウンを着て、なんかもう、下はもちろん裸ですよ。裸でベルサーチのガウンを着て、ね、なんかもう、裸って、まあ、下ぐらいは履いてますよ、もちろん。そう、なんか、すっぱだかじゃないんですけど、なんかほら、ね、上半身裸のような状態ですよ。それで、なんか、ベルサーチのガウンをこう着て、なんかね、そんな感じでしょ。ワインかシャンパンをこう、なんか手に持っていて、ね、なんか、別に全部は食べきれないんだけど、たくさんの食事がテーブルの上に並んでいるみたいなね。そしてなんか横でそのほら、なんかもう豚の丸焼きをこうなんかシェフがこうなんかゆっくり回しながら豚の丸焼きを焼いているみたいな。なんでそんなとこで裸でいるの、シェフがいるのにみたいなね。なんかそんな感じじゃないですか、ディナーって言うと。で、それがね、なんかすっごいおかしかったんですよ。豆しかないのにディナーって言ってるぜこいつみたいな感じで。それで僕はもう日本の方がむしろ積極的に言ってるんですけど、ディナーって。だからなんかほら、ちょっとしたもう全然吉野家とかに行くとして、吉野家の牛丼食べるってなっても、ちょっとディナー行こうぜとかね。なんかほら、オリジン弁当とかね、なんかお弁当食べるとかいうことになったとしても、ちょっとディナー行こうぜっていうわけですよ。なんか面白いでしょ。だってディナーって言うと、なんかベルサーチのガウンを上半身裸で着て、カップルで、もちろん全然男女でですよ、絶対に。そしてなんかワイングラスを傾けながら、なんかそんな感じじゃないですか。ろうそくの炎でみたいなね。豚の丸焼きを横でシェフがぐるぐる回しながら焼いているところに、みたいな。だから、そんな感じがすんのに、なんかもう、なんていうの？なんか、ね。なんかもう簡単なお弁当とか、なんかおにぎり、なんかコンビニでおにぎり食べるとかいう時でも、なんかちょっとディナー行こうぜ、みたいなね。言うようになったわけですよ。なんか面白いなと思って。まあ、ただそれだけの話なんですけれども。またしても知らんがなの話をしてしまいました。またしても僕は今知らんがなの話をしてしまいました。だから何みたいなね。いや、もうちょっとね、ほら、いい加減に動画をね、ちょっと作らないと。待ってる人たちがいるから、僕の動画を。これがね、そういう奇特な方がいらっしゃるわけですよ。2、3人ぐらい全国に。だから、まあちょっと作らないとね、いけないなと思って、もう何日も作ってないから。まあ、そういうお話でした。あ、そうそう、あのね、イギリスで思い出しましたが、あのね、イギリスにはね、イングリッシュブレックファーストって言って、そのほら、和食の、だ日本でね、日本食の朝食ってあるじゃないですか。旅館とか泊まると、なんか生卵があったりとか、あと海苔は絶対ありますよね。あと、なんか焼いてある鮭があるじゃないですか。あと、卵焼きとか、あと、味噌汁と、なんか納豆とかね。だから焼き魚と納豆と味噌汁と、なんかほら、漬物みたいのがあったりとかして、なんかほら、まあ、お決まりのこう決まった形ってあるじゃないですか、旅館に泊まった時。それがね、イギリスにもあるわけですよ、イングリッシュブレックファーストって。これね、僕はね、最初食べた時すごい感動したんですけど、わー、なんかいいなと思って、なんかすごいゴージャス感があったんですよ。だから
イギリスに、行かれた方、だからクラフトね、このクラフト店に、初めて行った方なんかは、ホテルに泊まったら必ずイングリッシュブレックファーストがあるホテルに泊まった方がいいですよ。これイングリッシュブレックファーストです。もうまさしくこれ。もう本当にもうそのまんまです。このまんま出てきます。だからベーコン焼いたやつと、なんかソーセージを焼いたやつと、あとなんかね、マッシュルームを焼いたやつと、あとトマトを焼いたやつ。そして目玉焼きとトースト、それと豆を煮たやつ。必ず、これもうセットで、必ず出てきます。これが。これと全く同じものが。で、ホテルなんかでね、頼むと、もうちょっとこう、なんていうかな、こうたくさん、いろんなカップとか、いろんなものが並んでいて、すごいいい感じですよ。これは、ちょっと少し簡単にしてあります。この写真のものは。もっとゴージャス感がありますよ。ホテルで食べると。だから、絶対ね、イギリスに行かれた方は、イングリッシュブレックファーストのあるホテルに泊まられた方がいいと思いますね。こんな感じ。これ、縦の写真を横向きに今しましたから、なんかちょっと変な感じに見えるかもしれませんよね。でもね、本当にね、まさしくこれですよ。もう本当このまんま。内容は本当にこのまんまです。これが出てきますよ。そしてね、味もすごい美味しいです。だから、イギリスに行かれた方は絶対これね、イングリッシュブレックファーストのある、ホテルを予約された方がいいと思いますね。それでは皆さん、失礼しまーす。あ、そうそう。アメリカ行きがなくなりました。あ、言ったっけこれ。アメリカ行くのね、ちょっとなくなりました。4月上旬。で、台湾に行きます、今月は。で、来月が、ちょっとね、アメリカとヨーロッパ行きますよ。まあ、また、お知らせします。それでは皆さん、失礼しまーす。痛い！なんか噛まれた。痛い！なんでこんなとこに虫がいるの？うわ、光ってる。目が光ってる。怖っ！